野良猫のジャスパーにとって自分に優しくしてくれた夫婦は心の拠り所でした。だからこそ傷を負って疲れた時に二人を頼ろうと思ったのです。それは賢明な判断だったと言えるでしょう。ジャスパーは夫婦に保護してもらい、その後の道が開けることとなったのです。ある夏の日、野良猫のジャスパーは一軒の家の庭に座り込んでいました。耳に怪我をしているジャスパーは一人ぼっちです。行くあてもありません。そうして孤独や飢え、疲労と戦うジャスパーに気づいてくれたのがカートさんとメルさんでした。二人は夫婦でいつも野良猫に餌をあげたり救いの手を差し伸べたりしています。この日初めてジャスパーと出会ったカートさんとメルさん、実はジャスパーが迷い込んだのは二人の自宅の庭でした。運よく猫を愛する夫婦のもとへとやってきたジャスパー、二人からたくさんご飯をもらうことができました。カートさんたちを警戒してはいたものの、二人が優しいことには気がついていたジャスパー、その後もちょくちょくこの家に姿を見せるようになります。その度に夫婦は優しく接してくれました。少しずつ距離は縮まり、ついにジャスパーは二人のすぐそばまで近寄るようになっていきます。いつも自分のためを思ってくれるカートさんとメルさんに心を開いていったのです。ところが秋になるとジャスパーは姿を見せなくなりました。どこかで元気にしてくれていればいいけれど、カートさんとメルさんは心配でたまりません。そして二人がその後もジャスパーを気にかけていると、ある日ひょっこりと再び姿を現したのです。それはこれまでと違う姿でした。ジャスパーは傷だらけで、明らかに他の猫と戦った後だったのです。ジャスパーが戦いに疲れ傷ついた時に思い出したのがカートさんとメルさんだったのでしょう。ボロボロの体で久しぶりに現れたジャスパー、季節は冬へと向かっていて、日に日に寒さが増しています。弱ったジャスパーの体力がますます奪われていくのを目の当たりにした夫婦はすぐに行動に移しました。今保護してあげなければ、二人の意見は一致し、ジャスパーを保護するために動き出したのです。カートさんとメルさんは捕獲器を設置し、夜の寒さの中じっと待ち続けました。するとそこへジャスパーがやってきます。どうやらジャスパー自身もこれ以上外で暮らすのは限界だと感じていたようです。何もかも分かっているかのように、静かに自分から捕獲器へと足を踏み入れたのです。こうして信頼する夫婦に保護してもらったジャスパー、長い野良生活の間に猫免疫不全ウイルス感染症にかかっていたことも分かりました。動物病院でも取り乱したりせず、優しく撫でてもらうことでリラックスできたようです。人との触れ合いに徐々に慣れていったジャスパーは今、養育主さんのもとで暮らしています。すっかり撫でてもらうのが大好きになり、いつも嬉しそうに喉を鳴らすようになりました。これからはもう他の猫と戦う必要はありません。安全な家の中でたくさん甘えながら幸せな毎日を過ごしていくことでしょう。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。